イメージしてたのの10分の1。どうも、寿司ラーメンリクです。今、俺が全力を尽くして出したぷよぷよボールなんですけど、ぷよぷよ、僕を、これ、もう、すっごい噛んでる、すっごい噛んでる、俺。俺もう、夏休みだね。ペットボトルロケットにハマりすぎて、これ100本で空飛んだり、これ使っていろんな動画撮ってきたんですけど、もう最近、体を張りすぎてる、てか、もう、主に頭頂部ね、後頭部地面に打ち付けたり、時速50キロの車からパイ食らったり。もう、死んでしまうわ。そろそろたまにはちょっと幻想的なものを見てみたいなと思って。うわ、かっこよ。ちょっと待って、お前かっこよ。ペットボトルロケットの中にぷよぷよボールを敷き詰めて、でもありえんばかりの空気を押し込んだところで、こいつを部屋の中で発射したらどんな感じになるのか、てか果たして飛ぶのか、やっていこうと思います。それでは早速ぷよぷよこのペットボトルの中に入れて、お湯で早めに温めつつ、さあ早速作っていこう。あ、でも聞き取れた試しだよ、お前の言ってること。なんでだよ、入れてから移動しない、せめて。ああ、変なとこから開けないで。おお、勘弁してくれよマジで。じゃあやべえ、開ける位置完全に間違えて。おお、まだ俺何もしてないのにぷよぷよだらけで、おお、言いながらこぼすのやめよう。うわ、なんかバッチリ、よっしゃー、危ねえ。うわ、すっげえ増えてる。じゃあね、早速幻想的なね部屋にしていこうと思います。片付けで、あ、行こう、あ、あ、レッツゴー。あ、よし。うわ、買った、これ飛びすぎるやつだよ絶対。びっくりした、こうはこれ。ぷよぷよだけどね、相手はぷよぷよだけど、この速度で出てくるとなると、しかもロケットの中に入ってるっていう、もうよくわかんないよね。頭の防御力が2になる代わりに、お腹の防御力0。あ、これはまず、目は細めを心がけていこう。よっしゃ、完璧だぜ。しゃ、行くぞー。よし、よし、行くぞーさん。行きまーす。よっしゃ、いやー、俺がつやげんじゃ。何事、あー、これもう完全に俺ぷよぷよに打ち殺されるんでしょ。あのフォーメーションがいきまーす。3、2、1。やつ、待って、この白いの何、すっごい怪しい粉が急激に散らかってる。壁から、これ壁からかしら。心当たりはある。俺片栗粉この部屋で大爆発させたから。ぷよぷよ原型とどめてないしね、みんなさん砕け散ってるよね、完全に。全然吐けねえんだけど、こいつらぷよぷよすんな、マジで。掃除してる時